こんにちは、平凡パパコウキです。最近車のラジオを使っていて困ったことがありました。日中は分からなかったけど、夜に走ってるとえ、変な音すごノイズってやつかな。何にせよ不快だ。今度はこれをどうにかするか。で、実際の音源、最初はこんな感じ。じらじらザラザラいってる。でさ、ヘッドライトオンでノイズが出るらしい。 LED あるあるらしいが、安いやつだからかな。ノイズキャンセラー付き？どこが？しかもラジオ使ってなくて気づかなかった。で、調べたら対策はいろいろ方法があるらしく、今回もコスパ優先で。コンデンサー、これを使うことにした。なんとめっちゃ安い。実際400円ぐらい。方法は分かったとはいえ、そういう電気系カスタム、安全を確かめず分からないままやるのは正直無理。どういう効果でノイズを消すか、安全なのかを調べた。LED は交流電気を直流に変換させたり、電圧を調整する必要があるらしく、その際にノイズの原因となる高周波が出るらしい。まあ詳しくは知らねえす。で、コンデンサーがノイズを消すのではなく、バイパスさせてアースにつなぐことでノイズになり得る不要な電流ノイズを逃がす働きがあるみたい。とりあえず、ホンダつけないバージョン。試してみる。車、バイクともに電気系のトラブルメーカーの僕は、用心のために溶接か圧着派なので、今回もしっかり溶接することに。
週末はミニ盛岡へ。ゆうたんラジオ。ゴトロク忘れてたっす。電球を戻すときコンデンサーがダストカバーの邪魔になるので、少し内側に倒してカバーをかぶせてください。多少隙間ができるので、雨水が気になる方はシリコングリースで雨水対策をした方がいいと思います。